はい、こんにちは、高文です。今ですね、3D 迷路やってきまして、何段上がったのかな、4段ぐらい上がったんですけど、結構ですね、道に迷って難しかったんで、まあ、ちょっと人がたくさんいたんでね、追いかけるような形でやったんで、まあ、ヒントもらいながらやったような感じになったんですけど、それでも、まあ、頂上のですね、ゴールまで来れて楽しかったです。こんな感じで、動物園には 3D 迷路あるんですけど、あっち見ると隣のテーマパークの観覧車見たりとか、まあ、景色もいいところで 3D 迷路を楽しむことができました。一周ぐるりとこんな感じです。こんな感じです。バイバーイ。